皆さんどうも、マキユです。今回はね、ワイポイント稼げて大事なおはじきの通常のね、村正のベスト編成をね、解説していこうかと思います。今回さ、復刻のキャラがね、大量に第一弾第二弾ってきて、たくさんのね、通常特攻のキャラがね、いるということで、まあどのキャラを入れればいいんだってね、なってる人もいると思うんで、まあ、ベストね、一番ワイポイントがね、効率よく稼げる編成をね、今回は紹介していこうかと思うんですけど、もうね、自分はもう組んできまして、この編成から、クロセンマね、やっぱめっちゃ強いね、当然入ってきて、あとはね、復刻のね、今日してるキャラかな、ニューロンの3体がね、めっちゃおすすめになるかなと。まあちょっとね、自分の場合にはなっちゃうんだけど、この鬼釜がね、育ってないからね、この編成になってるっていうのもあるんだけど、もしさ、鬼釜が技ならスキルマになってるよって人だったら、このね、ニョーロのね、伏龍のどっちかを、大釜にね、してあげるのもありかな、大釜鬼釜かうん、してあげるのもね、ありかなと思うわ。まあ、とりあえず、正直ほとんどの人がね、育てれてないと思うんで、まあ、この編成がね、ほとんどの人はおすすめになるかなと。で、早速ね、どれぐらいダメージが出るのかね、見せていこうかなと。いや、結構さ、昨日までとかの復刻だったら、種族がね、バラバラで、まあ、結構の経過種族バラバラになっちゃってるから、なんか、何、いろんなバラバラの種族入れてもね、火力が微妙でね、あんまりだなと思ってたんだけど、今日の復刻のおかげでさ、一気にニョーロ3体ね、強いキャラがね、しかも1体種族効果ってことでね、かなり火力出せるキャラたちがね、特攻ついてくれたってことで、まあ、この編成がね、結構おすすめになるからと。で、クロセンマはね、もう安定のね、実質特攻だるぐらい8000も出てて、まあ、神味だったのはあるけどね、ミッション暗くてもね、この編成ならある程度火力出せて、でさ、ちなみにワイポイントアップさ、これ、何、お助けでさ、いらないっていう場合は、クロセンマじゃなくて、そう、覚醒魔か、がおすすめになるかな。クロセンマと、ニョロンみんなのね、火力上げれるんで、その場合はね、5番がクロセンマ、ごめん、間違えた、覚醒魔がね、おすすめになってくると思うわ。まあ、あとは鬼釜でもありかな。まあ、その辺でいいと思いますわ。で、まあ、簡単にね、ミッションがちょっと一回も来てないけど、普通に火力結構出てるよね。神味は、まあ、一回だけだったけど、他、まあ、普通の配置ではあったけどね、結構火力出たわ。まあ、こんな感じで、最後は、まあ、ワイポイントアップのキャラね、当然打って終わりって感じかな。で、獄地中はさ、入れますか入れませんかどうなんですかっていうコメント結構来るんだけど、入れないでいいかな。うん、獄地中自体のね、火力がまず出せないんで、基本はね、入れない方がいいかと思いますわ。で、まあ、こんな感じで、まあ、そこまでめっちゃいいっていうね、配置とかミッションではなかったんだけど、これだけでね、2万も超えてくるんで、かなりこの演奏おすすめになると思うわ。これだけで156ポイントも稼げるんで、まあ、地道にね、おはじきも、まあ、毎日元気消費ね、やっていけば、ある程度はね、ポイント稼げるんでね、今回ね、紹介した編成でね、良ければ、みんなね、ワイポイント稼ぎ、残りね、まあ、継ぎ目に向けてね、稼いでいただければいいかと思います。はい、というね、今回の動画は以上になります。良ければ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。